レノファ山口の YouTube をご覧の皆さん、どうも竹岡エイトです。今日は、謎の練習生で得点を取りまくっていたという男、古賀俊太郎について私が根掘り葉掘り丸裸にしたいと思います。お前しかもなんかあれらしいやん。なんすか、なんか俺が入る前さ、タイキャンプで、あの候補の富さん同じ部屋やったの。そうっす。お前さ、富さんにさ、俺のこと友達でめっちゃ知ってますとか言ってたらしいやん。お前言ってたらしいやん。いやいやいや、知ってますもん。お前が知ってるだけやろ。お前わかる、友達と知り合いは違うからな。俺友達って言いました。めちゃくちゃ仲いいですみたいな感じで。さっき話してて。本当ですか。全然友達でも何でもないやん。でも俺は友達って思ってました。じゃあ、えぐいやん話の盛り方。いや、でも友達のあの区切り方って結構難しいですよね。あ、出た。これ海外かぶれ。すごいんですよ。これ出た。これで、ね、これ結構。出た。これもう絶対海外のあれ。これ結構議題になります。僕の周りの友達では。すぐブルー。あの知り合いのと友達と親友とこの区切り方、日本語の難しいです。キモ。なんだその海外。僕の中ではゆうとくんは友達でした。いや、会ったことないんですよ。いや、あります。あのどことは言わないですけどね。あのこうあのやっぱそれはでもあれや、代官山の。いや、言うんだ。だって友達とチャーしてただけやん、はい、俺も前も。いや、もうその時点でもう友達っす。すっげえな、お前。もう友達っす。お前恐ろしいわ。俺あれだって、あの時共通の知人が多いんすよ。同じコミュニティでサッカーしてたんで、東京で。ただ一回も相まみえたことはないんすけど、金がね、お噂だけは届いてたんで。すっげえ生意気な、すっげえサッカー上手いやつがいるって。いや、まあみんな言うんすよね、そう、生意気ってね。でもまあまあそれはね、まあ一応キャラで。いや、でもまあこれをご覧の皆様がどう取るかはまあもう本当おのおの任せますけど。そうそう、タイキャンプ最初初見こんなんじゃないですからね、こいつ。やっぱ入りはこう行かないと。下から行かないと。やっぱ日本はえぐっ。やっぱり全然違う、もうタイキャンプの時と。いや、そりゃそうっすね。それはすっごいやん。そうっす。距離の詰め方、距離の詰め方はすごいです。えぐいって。結構下さんにも言われるんで、アプローチやっぱ行かないと。出ちゃってる、プライベートにそれ。出ちゃってる。もうずっと考えてるの、多分。出ちゃってる。夢にも出てくるから。出ちゃってる。下さん、行けって。やばい、お前、カンテ並みのアプローチの詰め方してるって。それは良くない。あ、良くないです。良くない。一応でも一回り違うんですよ、ここ。そうなんですよね、トラ年。お前、俺が二十歳の時、8歳のクソガキってことやで。そうなんですよ。分かってる？もうその時点でも友達って言っていいかもしれないですよね。一回り違うだけで。舐めてる、完全に。もう虎年みんな友達みたいな。まあでも優しいんでね、ゆうとくんが。舐めてるだけっすよ、これ。ご覧のゆうとくんファンの皆さん、ちゃんと自己紹介してくれるよ。あ、自己紹介いいっすか。ちょっと一回。古賀俊太郎です。21歳です。よろしくお願いします。お前それ幼稚園児でも言えるさ。もっとあるやろ、なんかなんだろうな。ないんすよね、自己紹介。ないの？ありますよ。俺もだってあのウィキペディア調べて出てくるから。あ、やっぱすごいな、やっぱ有名人違うな。ウィキペディア調べて出てくるから。やっぱ違うな。ちょっとなんかウィキペディア風にやってみて。ウィキペディア風に、ちょっと自分で。じゃあ、何から行こうかな。何から行こうかな。で、生まれは？生まれは東京っす。と？東京都。東京都、はい、その次。あ、多分大田区っす。うん、育ちは？育ちは西東京市っす。うん、で、小学校はどこ？小学校、あれサッカーしてたのは。幼稚園のチームっす。うん、クリストロワっていうチームで。で、その次は？で、トッカーノっていうチーム、うん、世田谷のチームに行って。うんうん、世田谷。で、稲城市、東京ヴェルディ行きまして、15歳までサッカーやらさせてもらって、まあそこで海外に行かさせてもらって、はい、来た、はい、これが来た、はい、来た、はい、どこ？レスターシティです。ちょっと言わされてるな。で、レスターで何番つけてたの？レスターで、まあ
まあ僕が選んだわけじゃないですよ。えい、そんな前振りいいよ。僕が選んだわけじゃないですけど10番なんですけど。いやーエースナンバーじゃないですか、サッカーでレスターの。いや、そうなんですよね。すごいね。たまたますけどね、名前順だったらしいですけどね、最近聞いた話によると。聞いた話によると、名前順謙遜なさっちゃってもすごっ。いやいやいや、すごくないです。言ってたんだって、俺の知り合いもレスターの10番って。いやいやいや、それはちょっと株が。レスターユースとは言ってなかった。レスターの10番。ああ、もうそれはすごいです。それになったらもうすごいです。すごいね。いいね。サッカー前も。いやいやいや、うまくないです。サッカー前もやっぱ。いや、ユー君が一番うまいです。舐めてるでしょ、これ。本当にうまいです。これ舐めてるんですよ、これマジで。多分ね、みんな分かってないんじゃないかな。お前舐めてる。ユー君のうまさ。これは舐めてる、完全に。俺、一緒のチームでプレーしたときに、ラームと一緒にプレーしてんじゃないかなっていう。はい、完全舐めてます、これ。思いました。なんかもうクソでかいゴマのすり鉢でゴマするやん、お前すごいっすよ、えぐいって。うまいなっていう。バチがでかすぎるって。いや、ほんとにちょっと支えきれへん、俺それは。ちょっとフィリップ・ラームいるんじゃないかな、同じチームにっていう。やりすぎ、バカでかい。こんなんなってる、お前もすり方。いや、でもこれはほんとなんですよ。開幕戦見た方はわかるかな。どう思いますよ、この22歳。この良さわかるかな、やっぱ見えないところのうまさっていうのがほんと一番うまいサッカー選手なんですけど。ありがとう。お前もっとちょうだい、もっとサイズちょうだい、ちょうだい、ちょっともっと説明して。やっぱスピードとかパワーとか、やっぱ目に見えるものは、まああるんですけど、まあそこじゃないですよね、サッカーって。やっぱ目に見えないあのポジショニングとか、あのパスのスピード、右足左足、あのもう体の向き、もう全部もうラームスだから。もうこれわかります、レスターの10番やからこんな語るんですよ。やっぱ違いますね、レスターの10番は。語らせたやん。違うな。もうだからもうラーム、山口のラームにしましょう。バカじゃないの。山口のラーム完全舐めてる。どう思います、トミさん、これやばいでしょ。これがこいつの本性ですよ、皆さん。いや、まあね、インスタも最近始めたんですけど、ああ、クソつまんないですよ、マジで。そうなんです。なんなんあれ、説教なんなん、クソつまんないあれ。いや、皆さんフォローお願いします。本当、広報の人が撮ってくれた写真をただ載せて、オレンジ黒、オレンジ黒、誰でもできる、お前。いや、考えてるんですよ、俺も。俺も考えてます、載せる前に。あれで何打とうかなって、携帯を30分ぐらい見てます。ただ悩んだ結果、やっぱシンプルが一番いいんじゃないかな。クソつまらんやん。そうなんですよ。そうなんですよ、ね。もっと裏側を出せよ、裏側を。裏側をね、ちょっと出していきたいなっていうふうには思ってます。だから皆さん、あのフォローすぐやめてください、もう大丈夫です。いや、本当にもう伸びしろないんで、こいつ。いや、伸びしろしかないっす、もう。お前分かってる、この感じで喋ってて全部取られて、お前のキャラほんまに暴かれるからな、これ。いや、これはでも、もう本性ですからね、これ本性。カメラ回ったら俺、キッて変わります。もうキッて、目が変わります。もうキッて。どっちに触れんの、それは。もう真面目になるっす。もう今は、もう芸能人と一緒っす、芸人さんと一緒っす。やっぱトミさん、これ絶対使ってや、これ絶対使ってや、これ。芸人さんはやっぱプライベート暗いって言うじゃないですか、やっぱ俺そっちなんですよね。やっぱカメラ回ると、こうやっぱサービス精神で、まあ結構こう行っちゃうんですけど、行っちゃう、こう行っちゃうんですけど、まあでもプライベートになった瞬間に、もう俺ゆうとくんの荷物を全部持ちますから、ね、もうクー持って。持ったことない。もう毎朝コーヒー持って。いやいや、もうそんなんされたことない。お疲れ様です。全部、もうロッカーの隣なんですけど、あの隣に座らさせてもらってるんですけど、もうやばすごいっす。とりあえずこいつの性格は本当に、あの最初下から入って、この山越えれるなって思った瞬間にキュッて越えてきます。基本的に例えがうまい。基本的にそういうやつ。例えがうまいっすね、今の。この山俺登れるなって思うかの、これはちょっと厳しいなって思うかで全然違うんですよ。だからこいつ、俺にはこんなんなんですけど、一個上の菊ちゃんとかには全然いかないから。こうやって右と左こうやって見た時に、あ、手前の山はいけるけど、その奥はちょっと無理かなって話ですよ。いや、菊さんはちょっとまだいけない。だってあれエベレストですもん。いけない。いけないです。俺高尾さんぐらいよ。いや、もうちょい。これもほら、もうちょい。って俺だってカズヤにもそんないかへんやん。そうっすね。俺より下やで、カズヤ。いや、カズヤくん結構行ってます。行ってる。カズヤくんは小声で俺行ってます。いや、弱。結構分けてます、
選手によってやっぱそのカメレオン、距離のカメレオン、距離の詰め方やっぱ得意不得意あるんで、やっぱ1対1させてあげた方がいい時と、近く行ってサポート行って、お前がこうやって引っ張って引き出してるってこと、ね、そうなんですよね。やっぱ中盤の精神、さすがレスターの中盤違うわ。違うんですよね。これもうただの調子乗り。俺でもこの間県政にノリ若いっすねって言われた。いや、ゆうとくんが若いですよね、やっぱ。さっきの例えもそうですけど。あんまちょけへんもんな、ケンちゃんもキクちゃんもな。俺コータとちょけてばっかりやもんな。そうなんですよ。やっぱかっこいい人ってやっぱ世代にこう合わせられるっていうか、こうもう、なんていうんですかね、万能型っていうか、やっぱラーム、プライベートでもラームなんですよね、そこは。え、俺の話はそんな掘り下げんでいいの？あ、大丈夫ですか、うん、お前メインやから。あ、俺メインですか。そう。あ、そうなん、そんなにいないですけどね、みんなやっぱ、射程圏内です。行けよ。射程圏内ではあります。行けよ。はい。ただ、登り方っていうのがあるんで、え？やっぱバックパック持っていかないといけない人と、手ぶらでも行ける人がいるんで。誰が手ぶらで行けるあっか。いや、ゆうとくんの場合はでも共通の知り合いとか、まあ、それは多いんですよ、まあ、同じコミュニティとか、まあ、そういうのでまあ、だからそれで俺が聞いてた噂は本当にあのクソ生意気でクソすぐ調子乗って本当に性格がもう適当なサッカーめちゃめちゃうまいレスターの10番です。もうすごいな。俺が聞いたのはそれ。自己紹介がもうそれで。俺が聞いたのはそれです。性格は。まあでも、やるときはやるんでね。そこのメリハリはやっぱ、まあそれはやっぱもう、シモさんにも言われるんで、強弱。パスの強弱。もう全部、もうなんか、すごいっすね。プライベートもこう、洗練してくれるっていうか。もう。お前、カメラ回るとそういうキャラやねんな。違うわ。勉強なるわ。勉強になります。勉強なるやっぱ。今頑張ってます結構。伝わるかな、この頑張ってる感じ。ちょっとじゃあ自分のアピールポイントどこなんよ、ちょっと言ってよ自分で。アピールポイントですか。そう、サッカー、じゃあサッカーの中でこういうとこ見てほしいみたいな。アピールポイントは目に見えないとこですね。シュートパスとか、タックルとかそういうのはまあもう目に見てわかるじゃないですか。ただやっぱこうボールの置きどことか。この一歩このパスそこ一回入れるんだとか、あ、遊びの球ね、遊び球ねとか、あ、ここでターンするんだとか、こう違う、あの普通の選手があのあそこみたいな、そういうとこ、そういうとこっす。それをここに言うよ、俺に言うよ。そういうとこっす。良くないよお前。良くないっす。じゃあまず何ここか。あ、まあ今だって自己名前とすぐ調子乗るっていうのが分かったでしょ、はい、でまあその自分のアピールポイント言ったでしょ、はい、あと何が聞きたいんやろうなお前の。ないんじゃないですかね、うん、俺だって全くお前のこと聞きたいと思わへんもん。おすごいな、まあ、まず俺が思ってないとこがあかんのかもしれない。すごいな、インタビューは失格だなそれは、うん、多分ここが多分違う。でも多分 俺がここ座ってなかったらお前多分絶対こんな調子乗ってないからな、うん、そうなんですよね、そこはそうなんですよね。多分こいつ、これがこいつの本性です。だから基本的にカメラの前とかでかしこまってなんかいろいろ喋ったりとか人と喋ってるのはこいつ猫かぶってますから、これがもう本性です、こいつの。まあ猫はかぶりがちってちっちゃい頃から言われてます。キモ。シンプルにキモ。なんなん。よくないです。これが本性です。 YouTube でキモいってダメなしです。 YouTube キモいってダメなしです。全部ピーって入るから今今の大丈夫です。すごいな、すごいから今の。これがだからこいつの本性です。じゃあ何聞こうかな。いいとこもっと出していきましょう。いいとこ、はないか、ないんだ、ないな。俺が思う前のいいとこ、あ、それください、それいきましょう。ないんやろ。あ、まずピッチない欲しいな。ピッチない、ピッチないのいいとこ欲しい。それただ単にお前がシンプルに聞きたいだけやろ。あ、聞きたいです。え、ないんやろな。ないんだ。あ、でも足元の技術はマジで高いと思いますよ。おお、いいですね。もう少し欲しいっす。もう少し欲しい。もう少し欲しいっす。やっぱあの海外育ちの玉際の強さはマジ出てる。マジです。結構ガシャンいってる気がするもん。ああ、確かに。まあでも行かないとね、やっぱ言われちゃって。あとなんだろうな、お前の癖は大体いいのか悪いのか分からへんけど、ターンしてこっちに行かず絶対もう一回左に行く。
結構癖。それダメです。え？それダメです。バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。バレちゃうです。結構お前の癖だな、これ。好きなんですよ。でも、バレちゃうんで。見てて思うもん。バレちゃう、分析もう。分析。こっちが出てもこっち行くやろ、お前。そうなんですよ。ちょっとこう行きたいんですよね。何ピッチない、あと。欲しいです。あとやたら点取る。あまあ、たまたまマジでそれは点取る。たまたまです。それはな、謎の練習生で点取りまくってるぐらいからな。そうなんですよね。まあ、タイキャップ何点？3点です。取るね、取るね。中盤の選手で。いや、マジで、でもたまたまです。まあでもね、たまたまですよ。思ってなかったよ、タイキャップの部屋では。そんな感じじゃなかったよ。たまたまとかそういう感じじゃなかったよ。いやいやいや、そんな感じですよ。そういう感じじゃなかったよ。そんな感じじゃなかったですか。なんて言ったんでしょう。いやーみたいな。いやーみたいな。いや、そうですね。タイキャンプの部屋でも初日と俺が5日ぐらいやったっけ、一緒にいた。そうですね。5日からこの5日間の間でも距離の詰め方が全然違いましたからね、もう。なあ。でもやっぱ人生短いじゃないですか。え？明日死ぬのに。ああ距離遠くてどうすんのっていう。お前さ、そういうのをさ、何見てさ、知り受けて何見て自分に取り入れたの？それはやっぱ先祖っすね。あんまりこういう話広げるのやめてください。絶対そこ見えてきたからもう。そうっすね。絶対しょうもないもん、今の今の流れ絶対しょうもない。絶対もう引き出しないやん、今引き出しなかったっす、すいません。絶対ないやん。ちょっと頭回ってなかった。でピッチ外は、外はないやろな。でもな、みんなの前と違うからな。ノリがいい。おお、いいですね。女性必見。女性必見。女性必見です、これは。まあ、顔の偏差値、まあまあある。おお、いいですね。まあ、ブスではないでしょ。おお、やっぱイケメンに言われると嬉しいな。はい、ダメ。J リーグランキングないでしたっけ、イケメンランキング。6位。あれも意味がわからない。6位ですか。俺の話はいいの。お前、今日は。6位すごいな。お前、今日は。今日は俺です。今日です。じゃあ、好きな女性のタイプは？好きな女性のタイプは、まあ、僕を理解してくれる人ですかね。この、僕っていう、この、何億人分の1の僕っていう存在を理解してくれる女性。もうそれ以外は何も求めないです。新庄剛志を意識してんのか、なんか、そういうキャラクターやけど、もうなんか、そんな感じに俺もう見えてきたわ。あ、本当ですか。そっちで行きましょう。え、もう行っちゃいましょう。もうこれが素やからっていう。いやいや、素じゃないです。え、それだけ。いや、まあでも、あ、肌白い人好きっす。あと背が低い人が好きっす。今までの経験。何センチぐらい？何センチ？うん、それは俺は180ちょっとなんで、うん、まあ、160以下ぐらいがいいですかね。もうその足です。なるほどね。ちょっと照れてるね。一緒。なんだ。それだけ？それだけ？好きな女性のタイプ。そうですね。まああとはやっぱ、おしとやかな人がいいですかね。あ、まあお前のクソうるさいもんな、当然。いや、うるさくないです。女性の前で俺結構うるさくないです。殺しちゃう。殺しちゃう。殺しちゃう。ニャンニャンしちゃうの。一緒。これやばい。どういうタイプ？これやばい。今の嘘っす。今の使ってください。もうニャンニャンしちゃうらしい。今の嘘っす。まあまあ言うても22歳やもんな。そうっす。まあでも大人の女性好きっすけどね。やっぱ僕も大人なんで。トミさんマジこの辺全部使ってほんまに。ほんまに全部まんまキラッと流してもこれ。やばいな。ちょっと。あと何知りたいやろ。好きな女性のタイプ。あと何やろうな。